デビューのきっかけは、はい、母がもともと子役事務所に入れようか迷っていたみたい で、はい、でせっかくだからっていうふうに決めてオーディションに行かせたみたいです、はい、ああそうなんですね。子役オーディション、子役事務所のオーディション、はい、子役というか赤ちゃんオーディション、そう本当赤ちゃんモデルみたいな感じです、ね、そこからですね。小学校上がる前までぐらいまでは、はい、なんかスチールとか、はい、こう雑誌みたいなお芝居っていうよりかは動かないモデルのお仕事が多くて、で小学校上がってからちょっとずつお芝居のレッスンとか重ねていって、こうドラマのほんとちょい役みたいなのから始まって、ちょっとずつちょっとずつお芝居楽しいなって思えてきたっていう感じでした。なるほど。でも高校上がる前に一度この芸能界を辞めて、もう結構ちゃんと心に決めたことがあって、はい、でも今のあのマネージャーさんに止めていただいて、はい、こう今に至るって感じなんですけど、本当に何だろう、中学生ぐらいまでは もちろんお芝居楽しかったんですけど、はい、自分が将来役者のお仕事だけで食べているっていう想像が全くつかなくって、誰にも必要とされてないからやめちまえっていう感じで、なんかそういうやさぐれていた時期だったかもしれないですでも高校に上がってからは、なんて言うんだろう、すごく必要とされてるなっていう気持ちが強くなっていて、でそれでいてこう自分自身もこうお芝居の楽しさみたいなのがどん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 分かっていけた時期だったので、なんか作品やるたびにこう将来のことがすごく鮮明に想像できるようになるっていうか、こうお芝居をして役をこな一つずつこなしていくたびに、なんか自信になっているみたいな感じですかね。自分の中でめちゃくちゃこう熱量をかけて演じたなっていう思い出に残ってるのは、高校3年生かな、高校3年生の時にあった荒ぶる季節の乙女どもよっていう深夜ドラマで、こう文芸部5人でその性にまつわることをこう女の子だけでなんかずっといろいろ研究じゃないけど、なんかいろいろ葛藤があったりとか、でその監督してくださったのが2人とも女性の監督だったんですけど、なんかだからこそすごく引き出されたものがあって、今までとは違う自分、なんか殻が破れたじゃないけど、なんかそんな印象が残ってます。みんなそのお話自体もこうみんな触れたくないものみたいな感じで、こう最初はちょっと一歩引いてるんだけど、でもこう突き詰めれば突き詰めていくほど、なんか自分なんかストーリーとストーリーでその私が演じた役と、なんか自分がすごく重なる部分がすごく多くって、なんかだからこそなんていうか、より一層こう力を加えてお芝居できたのかなっていう気持ちもあったし、だしそこで出会ったその役者さんたちがすごくなんて言うんだろう、同年代でこう一緒に、本当に暑い夏の撮影だったんですけど、なんかすごくその場でみんなでこう乗り越えた一体感みたいなのがあって、なんかそこで一緒にお芝居してきたみんなは本当に戦友じゃないけど、なんか一つ山場を乗り越えた友達たちっていう感じです。大人になったなって感じることとかありますか？なんか正直あんまり変わったなっていうふうに思わなくて、でもちょっとずつこうありたいなっていうか、こういう大人になりたいなみたいなビジョンはちょっとずつですけど、なんか出来上がってきたかなっていう感じではあります。でも本当まだ目標っていう感じで全然到達はできてないんですけど、友達とどうしたら余裕のある大人になれるんだろうねって話をして、じゃあまず、ゆっくり喋るところから始めようってかわいいそこにたどり着いたんです、はい、なんかゆっくり喋ってる、ま、男性も女性も本当性別に関わらず、ゆっくり喋ってる人ってすごくなんて言うんだろう、余裕があるように見えるし、確かに自分のペースを崩さないように
落ち着いてる、落ち着いてるのがすごく大人の雰囲気に見えるよねって、多分モテるよねみたいな。だからゆっくり喋るところから始めましょうかっていう話に友達となりました。もっぱらちいかわが大好きで、あー可愛い、本当に結構ズブズブに沼にはまっているというか、すごい。もう暇さえあればちいかわランドっていうちいかわグッズがたくさん売ってるとこ行って、はいはい、新作出てないかものを漁ってあれば買ってっていうので、もう家が本当にちいかわだらけなんです。結構、はい、結構しっかりちいかわだらけです。ぬいぐるみとかは本当に一式大中小全部揃えちゃうし、はい、タオルだったりとか、あとパペット人形を買ったりとか、あのマステッカーだったりも買いますし、日用品から何から何まで結構揃えたくなっちゃう。ちいかわの中のちいかわと、はい、あと栗まんじゅうと、あとモモンガっていうキャラクターが大好きです。その映画で一緒に共演させていただいたリコちゃんと、うん、と板垣李光人くん、基本的には3人でご飯食べてるんですよ。そうなんですか。めちゃめちゃ仲良くて、今回で仲良くなって、今回で本当に、そうなかなか3人で同じシーンっていうのも少なかった、うん、少なかったんですけど、うんうんうん、でもすごくなんだろう、距離が近くなりましたね。でも本当時間合わせて週1ぐらいで会って、すごい、めっちゃ合ってますね。めちゃめちゃ合ってます、はい、でも仕事の話は本当に全然しなくて、全然しない、うん、まあなんか共通の友人の話とか、うんうん、あと世間話とか、うん、なんか本当に同い年のその二十歳の子たちがするような会話をしているかなって思います。山田杏奈ちゃんはその荒ぶる季節のお友達で共演させていただいて、でちょこちょこ連絡くれたりとか、私も連絡してどうにかご飯行けたらいいねっていう話をずっとしてます。先輩、ちょっと年齢が私より年上で言うと、玉城ティナちゃんはそれも荒音で一緒だったんですけど、ティナちゃんは本当に救世主じゃないけど、私が欲しい言葉をかけてくれる、なんか不思議な人だなっていう、そうなんですね、変な力を持ってるんじゃないかって思う、なんかそういう大好きなお姉さんではあります。いつかずっと共演したいなって思ってるのは、はいはい、伊藤沙莉さんと、あと松岡茉優さんの二方が本当に中学生ぐらいの時かな、あの尊敬しているお芝居の先生に、めいちゃんはこの2人のお芝居見てみたらいいかもって教えていただいて、そこから2人の作品を追っていって、本当に大ファンになってしまって、すごくいつか本当に共演できたらいいなって。お二人に共通していることとすれば、その何だろう、コミカルなお芝居もできるし、それでいてこうシリアスな場面とかそういうシーンでもすごく目力のあるお芝居がなんかすごく印象深いなっていうふうに思っていて、松岡茉優さんが出てる魂の牙を見た時に、はいはいはい、あの本当に松岡さんって画面からこちら側が目をそらせないお芝居をするなっていうふうに思って、瞬きをさせないお芝居をされるんだなっていうふうに思って、そこですごく感動して、こうちょっと技を盗ませていただかないとなっていうような、はい、役者さんだなって思います。伊藤沙莉さんはもう本当にそれこそその子役からやってらっしゃるっていうのもなんかすごくこう自分と重なる部分もあったし、でお芝居のテイストとかもすごく、個人的な感想ですけど本当に私好みっていうか、なんかこう背丈だったりとか、こうまとう雰囲気とかもすごく愛されるキャラクターだなっていうふうに思っていて、私もこういうオーラをまとえるようになりたいなっていう、なんか本当オーラから何から何まで大好きな方です。今後やりたい、本当に今はどんな役柄もどんな脚本でも本当にワクワクしながら読めるというか、もう全てがこう新鮮で楽しい時期だなっていうのはあるんですけど、でも
こう今までってこうちょっと影のある暗い役だったり、うん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 、そういうところから、まあ、今回の映画みたいに少女漫画原作の明るくてまっすぐな役柄だったりっていうのはあるんですけど、うんうん、意外とそんなんだろう性格が悪いとか、うんうんうん、ちょっとこう嫌われるような役って今まであまりやってこなくって、はい、だから自分の新しい部分を見せるってなると、うん、そちら側なのかなっていう、ちょっとそこに興味はすごくあります。